じゃあいきます。まず、鍋でロウを入れますね。あんまり少なくても良くないし、多くても良くないんで、まあ、このぐらいの鍋だったら 200g ぐらいちょうどいいですね。じゃあロウを引きます。じゃあ今度は蜜ろうを引けたので、絵を描いてみます。いろんな道具でやりますので、まず一番こういう尖ったものですね、ちょっと力入れてギュッと引っ張ります。よくある家にあるドライバーセットみたいな、こんなんでも大丈夫です。だから彫刻刀ですね。彫刻刀はこうじゃなくてろうを描き取ります。似たような引けますけどスプーン、それから溶彩用品ですね。きれいに取れなくても軽く取っておけばいいです。で、炭を入れます。炭は墨汁で大丈夫です。最初に水彩用の柔らかい筆ですね。で、軽くでいいです。全体に。ロウと紙、ロウが一番塗られてる端のところも際も結構大事なので、ここに墨入れると面白い形が出ます。端も気をつけて。一応これで墨入れは完成ですね。乾燥しても塗れててもどっちもいいんですけど、少しだいぶ乾燥してちょっと濡れてるところがあるくらいがわらばんしに染みたりして面白いです。ちょうど今いい具合なのでわらばんしを乗せます。でアイロンですね。アイロンは低温にしてください。でこうやって染みてくるので、染みてきたらすぐわらばんしを